はい、こんにちは、ジョンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、ね、やっていこうと思うんですが、なんかね、2種類ぐらいね、無料で引けるガチャが来ているので、引いていこうかなと思います。特にね、緊急開催カスタムファイトガチャ、こちらがね、9月6日の23時59分まで1回無料ということで、あと17分ぐらいしかないので、こっちは急いで引かなきゃなと。で、もう一個はね、決意の拳ってことで、9月8日23時59分まで1回無料ということで、ちょっとね、日付的には余裕あるんですが、一緒にね、引いちゃおうかなという感じですね。とりあえずカスタムファイトの方から行きましょうか。セルフでね、ピックアップ選べるので、まずはそれを選んでいきましょう。装備系よりはね、やっぱキャラ引けた方がテンション上がるので、宮田くんと、木村と青木の、ユニゾンのね、サポカと、ホークと、あとはボルグさんも、欲しいですね。キースとクミちゃんにするか、マシバーに、どうしようかな。でもね、合コンね、編成できる数考えると仙道とリカルド入ってるから、ボルグさん入ったらね、そっからも一人押し出されちゃうし、だったらちょっとマシバの優先度下がるような気もするんだけど、とはいえコレクションとしては欲しいので選んでおきましょうか。 OK、これでいこう。で、一応引く前に確認すると、ピックアップの抽選枠で、複数排出、これはあれか、95% は、ピックアップに入ってないやつで、ピックアップの方が 5% で引き当てられて、今選んだやつのどれかが出るよと、そういう感じっぽいですね。はい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 。で、通常枠の中でも合コン 1.6% あって、中に素材とかも入ってない4分の1だよということなんで、それなりにいいガチャかなというとこですね。それなりにいいガチャって言っても 1.6% とか 5% を引き当てないといけないんだけどね。はい、ということで、じゃあ行ってみましょう。行け。さあどうよ。ピックアップじゃないところでもそれなりにいいやつが入ってたような気がするので、おっといきなり来た。お、全身幕の内一歩、これ 3.5 周年の時、の合コン一歩ですね。とりあえず持ってなかったのであり、ただリカルドと仙道の方が後から出た合コンなので、もしかしたらね、初ゲットだし主人公だけど無凸だとスタメン入んないかもしれないなというようなこともある。ただ持ってなかったので結構ここ引けたのは嬉しいですね。で、最後も、赤黒いベルトがあるのでちょっと期待しましょう。学ラン仙道か、なるほどね。この感じだと、合コン幕持ちが一番当たりかなというところですね。ほい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 。ピックアップ枠 30% で、80万剣石で追撃できるよということらしいですが、80万剣石も持ってないよということで、とりあえずカスタムファイトガチャについてはこんなところ。続けて、じゃあ決意の拳の方も引いてみましょう。こちらピックアップ選ぶ要素はなしと。で、無料分に関しては決意の拳のポイントが、入ってる枠もあり、それ以外で言うと合コンは 0.9% で中に素材も入っちゃってるよということなんで、さっきのガチャよりはちょっと微妙なガチャかもしんないですが、引いてみましょう。いきます。さあどうよ。ほい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 。でもなんか赤黒いベルト1個あるね。そこが何か。猫田さんか。花火猫田ゲット。さらに、おー、ホーク出た。強者ブライアンホーク、初ゲットですね。オッケーオッケーオッケー。レッツコンプラスなので、そっちのベルトからも出ますよという感じですね。で、決意の拳ポイントは1ポイントだけか。おそらく何ポイントか集めて、引くタイプですよね。決意の拳のポイントが、ある程度集まると、これが引けるわけじゃないよな。これはなんかめちゃめちゃ高いガチャだった。250万剣石必要だ。
決意の拳ポイントはどこで使うんだ？決意の拳ポイントを集めて、決意の拳ポイントが50ポイント確定のモードがあるよと、このポイントはどこで使うんだろう。ミッション確認。ああ、50ポイント集めて共感来る。55ポイントで絶対王者泣かし。なるほど、50ポイントは集めないと意味ないんですね。70ポイントで合コン確定ガチャとかもあると、はい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 、まあ確かにね、こうやってポイントで、確定で手に入るキャラが、ボルグさんまでね150ポイントで手に入るとかいうのを見ると、まあある程度ね天井のあるガチャみたいな扱いなのかなというとこですかね。なるほどね。じゃあちょっとくっつけていきましょうか。装備もね、主人公装備、技のやつ出てたのでくっつけてみましょう。ここ2個、引けてましたね。 OK、 はい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 。あとはまあとりあえず装備はいいか。まずは一括強化で、くっつけられるやつはくっつけちゃいましょう。でさらに、一方ね、剣玉連携の中に、まあ、ゴンザレス外すか。ゴンザレス外して、あ、ホークもいたな。ホークと一方入れましょう。ゴンザレスと、あ、どうしようかな。ちょっとセコンドの、あーでも編成中になってるか、どれ外すか。どれ外すかちょっと悩ましいな。この鮮度はでも今スタメンにいないだろうから外してもいいか。で一歩入れる。OK、 これで、決定しておきましょう。そうだね。で一括でくっつけられるのはないよと。で、個別でくっつけられるやつくっつけちゃいましょう。まずは花火猫田さんを、プラ4にしていく。お、441.8 上がって、1.608 上まで来ましたね。でさらに、木村とマシバのやつってこれあれなのかな。イーグルと一緒でもしかしたら、突がね早いのかもしれないので、そっちはくっつけ終わってる可能性もあるのか。なんかそんな気がするな。じゃあ一歩は、この一歩は結局剣玉連携に入れた状態でこのぐらいの強さなのか。これだとちょっとわかんねえな。スタメンが入れ替わるかどうか確認したいな、まず。剣玉連携、あ、じゃない、剣玉編成の方で、お任せでスタメンに入るかどうか確認。あ、ホークの方が入るか。ホークが入って、板垣アウトか。板垣が、抜けて代わりにホークが入る感じみたいですね。まあまあまあ、ちょっと入れ替えますか、じゃあ。板垣が、605.6 畳だったんですが、1122畳あるのか。なるほどね。まあ、フォーク装備入れ替えたら、さらに強くなりそうですね。で、サブケンタマの方もお任せにしてみると、ちょっと待って。お任せにしてみると、お、板垣もだけど一歩も入りますね。板垣一歩がサブケンタマに入って、代わりに出ていくのは、ちょっと待てよ、マシバと高村さんと、ウォーリーは残る。宮田くんが出ていく。まあしょうがないか。サブケンタマから宮田くんが抜ける。はい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 。で、あとは、先方剣玉ですね。先方剣玉の方も入れ替えると、押し出された宮田と、あ、宮田とボルグか、よく見たら、ボルグさんと宮田くんが、先方剣玉の方に入って、
ゴンザレスとユニゾンの、あ、違うな、木村とマシバは、残ってるか。ん？ゴンザレスと、あ、高村さんか。ゴンザレスと高村さんが出ていく感じか。なるほどね。まあまあまあ、入れ替えていきましょう。OK、こんなとこかな。で、さらに、手動でくっつけられるやつ、ちょっと再開してね、くっつけていきましょうか。といっても、何がいるか。ね、あんまりあれか、剣玉連携に入ってるやつばっかりだったのかな。花火猫太ぐらいかもしれん。なので今回はこっちでくっつけるのはなしですね。ただ、合コンの一歩手に入ったので絆はね結構上がるんじゃないかなと思ったけど、無凸だと上がんないのか。バトルオブホーク、ホークが進んだことでこれだけちょっと上がりますね。 OK、 お、 20% ずつ上がる。まあまあまあ、そこそこでかかったか。なるほどね。こんなところかな。あれ、ちょっと待ってよ。あれがあったな、確か。ね、あれ、一歩の表紙のやつは、あれ？これ本体。あれ、これはなんだ、突が終わってるってことか。あれ、ちょっと待って1234日記念のやつは、あれ、本体どこだ。あ、っていうか学ラン先導もくっつけちゃおうか。学ラン先導は、これかこれをくっつけて OK。あれ、1234日記念のあの表紙の一歩っぽいやつは、これもくっつかないのかな。あれ、本体どっか行っちゃってるね。ちょっとボックスで確認しますと、あれ、プラ4しか行ってないから、まだ重ねられるんじゃないかと思うんだがな。あれ、さすがに4で終わりなんてことないよね。いや、ちょっと待って。あ、でもこっちで見るとないから、え、プラ4で終わりなのかこれ。1234日記念、そんなことある。どっか見逃してるかと思うんだが、見当たらないっすね。あー、まあいっか、あとでねくっつけられるようなら、気づいた時にやっておきましょう。はい、ということで、今回はねここまでにしとこうと思います。あー、そうだ、危ない一応ね、スタメンにホークが入ったのでホークの装備だけ変更しないとね。OK、じゃあブライアンホーク新しいやつゲットした方に、古いホークからね装備入れ替えていきましょう。これはとりあえず、星10のやつつけておきましょう。 OK、でこっちは、星10装備余ってるのでくっつけていく。さらに、ここも、おっと、ちょっと待って、余ってるやつをつけておきましょう。ね、おっと、ここどうしようかな。まあ、スタメンから板垣落ちたから、板垣のやつもらいましょうか。板垣の天無法の成功5をもらっておく。で、さらにこれも板垣のやつをちょっともらいましょうか。はい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 。で、これは余ってるやつでいいか。歴戦の記憶はね。で、ラストに、証も余ってるのがあるんだったら余ってるやつをつけておいて、で、板垣もね、一応サブケンタマの方に入ってるはずだから、ホークが奪っちゃったやつだけ、違うやつつけておきましょうかね。
どれつけとこう。これは多分古いホークだよな。不敵ブライアンホークからもらおうか。オッケー。で、もう一個、こっちはとりあえず余ってんのつけとくか。獅子粉塵の気迫、こんなところかな。ウォーリーって、ああまあ証余ってないからいいか。まあまあまあ、新しくゲット、新しくゲットした一歩の方も一応装備つけておくか。ゲットした段階からすでにね、スタメンにいないのはちょっと寂しいけどね。いくつかつけておきましょう。まあでもね、そうこうしてる間に多分4周年でね、高村さんとか一歩とかが来そうな気がするので、まあ一歩が来るとしたら、またね、こっちじゃなくなっちゃうような気もするんだけどね、スタメン。まあ短い期間かもしれないけど、先方剣玉に、この一歩入ってるから、一応ね、装備させてあげて、させてあげましょう。ほい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 。なんか一括でおすすめ装備とかさ、できるようにならないのかな、これ。ちょっとめんどくさいよね。まあでも装備の種類も増えてるし、誰に何を装備させるのが本当に最適かなんてよくわかんないから、まあめんどくさいけどしょうがないなのかなという感じですね。まあとりあえずこんなもんか。スタメンに入れてないからね、あんまりステータスに反映されなくて、装備つけてあげる意味もどうかなとは思うんだけどね。はい、ということで今回は、この辺にしとこうと思います。ホークの装備変えたことでね、実戦総合力2.111 乗になりましたね。 OK ってことで今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ、ほい。